皆さんこんにちは。今回もトレバのプレイ動画を紹介していきたいと思います。で今回はですね、ちょっと最後の、ところがちょっと変わったね、あの展開になっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で今回紹介する台なんですけども、このゴム設定ですね、トレバでは結構昔からあるはあるんですけども、この箱型の景品がこのゴムとバーの間に挟まれているタイプっていう、割と最近ね、よく見かけるかなと思いますので、その取り方の、最後のね、参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、今ね、前の方プレイされていて、こんな感じですね。結構上まで持ち上がって反動で一気にね、こう揺れてくれるんですけど、これちょっとずつ、ゴムをね、手前に持ってきて、景品獲得していくっていう風な感じなんですけどもね。はい、で今は予約待ち1番で前の方の順番が終わるのを待っていて、プレイチケット4枚あるので、この4枚でなんとかね、ゲットしていきたいなと思っています。で、前の方ね、かなりプレイしてるんですよ。ずーっとプレイされていてですね。で、このまま真ん中ら辺に寄せて、箱しっかり掴んで、上に一気に持っていってやるっていう風な感じでもプレイを結構続けられていてですね、かなり来てるんですよ。で、確かにあの角のところもあとちょっとしかゴムが乗ってないので、あと数手で取れるかなっていう感じはするんですけどもね。はい、ここからどんな感じで展開していくのかというところをご覧いただければと思います。で、この設定はね、まあ、ポイントを上げるとすると、本当に、ね、最後めちゃくちゃ粘るっていうところですよね。もうこれね、角しかかかってないので、もうすぐ一手で取れるでしょうっていうふうに、多分初見だと思うと思うんですけど、こっからね、異常に粘るんですよ。で、まあ、長いとね、10手とか平気でかかっちゃうようなケースもあるので、この台はね、まあ、特に初手から狙うのは絶対お勧めしないですし、最後ね、ハイエナ狙う時も、結構ギリギリまで、もう本当に取れるだろうっていう風な状況じゃないと、なかなか、まあ、数手で取るのって難しいんじゃないかなと思ってるので、その辺がポイントなのかなと思ってます。で、結構割とね、自分はこの台得意で、結構ハイエナでゲットしたりっていうのも結構あるんですけど、今回ね、前の方かなりプレイされていて、一番奥のところ狙ってますね。で、どうでしょうか。はい、こんな感じですね。で、もう一個ね、獲得のポイント上げるとすると、これね、結構寄せた方がいいんじゃないかなって自分は思っています。で、今結構真ん中ら辺にアームつけて、奥の方狙ってっていう風な感じにしてると思うんですけど、右のアームだけで引っ掛けるとか、左のアームだけで引っ掛けるみたいな形で、この、特にね、あとちょっとの状況になったら、寄せてやった方がいいんじゃないかなってね、自分は思ってるので、もしね、順番回ってきたら、寄せてプレイしているところをご覧いただこうかなと思います。どうすかね、多分前の方も10手近くやってて、多分ね、途中で、課金してるような感じもあるんですよ。1、2分ね、プレイの間空くような展開もあったので、多分課金してプレイされてるんじゃないかなと思うんですけど、今回ね、このおもちゃの景品なんですけども、これね、まあ、ちょっとね、順番回ってくるのを待っている感じなんですけど、多分このね、今、プレイの動画の間空いてるので、課金してるんじゃないかなと思うんですけど、なんすかね、もう多分あと1、2手で取れるような気がするので、うん、まあ、課金してっていうのもありかなと思うんですけども、はい、ここで回ってきましたね。多分諦めたんじゃないかなと思うんですけど、もうこれはね、かなり来てるので、数手で取れるんじゃないかなと思うので、やっていきたいと思います。かなりね、美味しいところで回ってきてしまったんですけど、ちょっとね、寄せてやるというところを見ていただこうかなと思います。で、まあ、真ん中ら辺にちょっと近いんですけど、ややね、左寄せして、これ右アームで引っ掛けるような感じです。箱をギリこう押さえるような感じ。で、ちょっとね、手前側を掴むようなギリ、加工制限引っ掛かんないところでやると一気に持ち上がるんですよ。で、横にずらすような形で獲得できるので、はい。一手でね、獲得することできました。多分、数手前から、ちょっとだけ寄せて、一番奥狙わずにですね、少しだけ真ん中ら辺、奥の真ん中ら辺狙えば、十分ね、簡単に取れたんじゃないかなっていう気がするんですけども、こんな感じでね、はい、一手で、完全にこれハイエナですね。まあ、オンラインクレーンゲームっていうのはハイエナのゲームだと思っていて、自分もね、今回ライトソードっていう別にそんなにいい景品ではないんですけども、ハイエナされたりとか、ハイエナしたりっていうのはあるんですけども、こんな感じでね、獲得することができました。で、今回ですね、ちょっと思ったんですけど、このね、一個前にプレイされていた方、かなりね、多分10手かそれ以上プレイされてたと思うんですよ。でね、ちょっとこれは、企画として面白いなと思ったんですけど、一つ前ですね、まあ、自分の前にプレイされていた方に、これ差し上げようかなと思っております。はい。で、まあ、プレイ動画のね、画面をぜひキャプチャーして、ツイッターにご連絡いただければと思います。で、自分のツイッターアカウントは概要欄に、貼っておきますので、ぜひアクセスしてですね、
ご連絡いただければなと思ってます。でプレイ画面に関してはちょっと紹介すると、特にウェブ版の方でやっていただくと分かりやすいんですけど、プレイ動画ですね、自身のプレイ履歴というところから見ることができるようになっていますので、さっきの、自分のプレイですね、あの台のプレイ動画のこのアップロード日とその横に、このプレイの景品獲得依頼を出すっていうボタンが多分プレイされていた方には出てくると思うので、この画面見せていただければ、前プレイされていた方だなって分かるので、ぜひご連絡いただければと思います。無償で自分の方で多分トレバから自宅に届くと思うんですけど、郵送で送らせていただきますので、ちょっとさすがにね一手だけで取ったのなんかモヤモヤするというか気がしてですね、まあこれって別にオンクレだと普通のことで、自分もねたくさん課金して次に一手取られちゃうみたいなことあるので、それが悪とかね善とかでは全くないんですけども、ちょっと企画として前にプレイされてた方にもしかしたら結構欲しい景品だったかもしれないので差し上げようかなと思ってますので、その方はご連絡いただければと思います。はい、で自分のチャンネルではこういったねトレバとかのプレイ動画の方、中心にアップしてますので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。